お笑いタレントの山田花子さんは、二児の母親。2021年11月11日に、ブログを更新し、自宅に飾ったクリスマスツリーの写真を公開しました。ツリーにぶら下がっていたのは、山田さんが、しまってあったツリーを出すと、なぜか七夕の短冊が下がっていました。くくりつけた記憶のない、短冊に書かれていたのは、サカセンスになりたいです。これは、どういうことかというと、訳すと、サッカー選手になりたいです。と書いてます。山田花子オフィシャルブログ、より引用。いつの日にか長男が書いた、将来の夢が記されていました。しかし、現在長男は別の夢を追いかけているようです。今の長男の将来の夢は、鼻毛抜き専門学校の先生です。どうしたら、鼻毛を痛くないように、抜けるか、教えたいそうです。山田花子オフィシャルブログ、より引用。山田さんは、かつての長男の夢である、サッカー選手に対して、まともな夢の時もあったのね。と綴り、複雑な思いを抱いている様子。とはいえ、夢をサポートしないとと、まずは鼻毛を伸ばすことを決意しました。ネットの声、クリスマスツリーに短冊は斬新。我が家でも、やってみようかな、サカセンスに笑ったけど、今の夢も最高。とっても愉快、お兄ちゃんに夢を叶えてほしいです。クリスマスプレゼントは、鼻毛抜きセットに決まりですね。長男の、かつての夢と現在の夢を目にした多くの人が、笑顔になったようです。息子さんたちの将来が、今から楽しみですね。